皆さん、皆さん、ちょっと待って、ちょっと、他の動画行こうとしないでください。皆さん、お疲れ様です。ポン吉です。今日はですね、僕が一人暮らしを、この方ですね、約10年以上しておりまして、もう孤独の風雲児士と呼ばれているんですね。で、一体ですね、一人暮らしにどんだけお金かかってるかっていう部分を皆さんにご紹介していきます。で、僕はですね、条件で言うと、社畜、営業職、アラサー、都内住み、一人暮らし、そしてですね、独身、彼女なし、友達なし、まあこういった条件で、頑張って毎日過ごしているんです。ですが過ごしているだけで毎月ですねお金が消えていくんです。この現実はですねいつまで経っても受け入れることができないんですね。で、一体ですねどれぐらいかかっているか皆さんにも具体的にお話をしていきます。まずですね一番かかっているのが家賃ですね。この家にですねなんと僕の場合はですね皆さん見てください。何枚あると思いますか？なんとですね8枚あります。ということは家賃8万円なんですね。僕の家は、新築という部分にですねステータスを全振りしました。その分ですね部屋は狭く家賃も、僕にしては高いです。8万円は高い。1万円がいい。8万円が毎月固定費で消えていくんです。しかも僕ですね、動画いくつか見てもらった方は分かるんですけども、出張めっちゃ多いんですよ。なんで、家にですね、半分いない時もあって、この8万円が消えていってるっていうのは、もうね、悔しいよ。では続きまして、次に、固定費というか、かかってくる分が光熱費になります。僕はですね、光熱費、こちらでございます。2万円かかってきます。これ内訳はガス5000円、電気5000円、水道4000円、インターネット代が4000ちょっとというところの2万円になります。これは2万円あればなんとか足りるかなっていうので、これ固定とはいえど、毎月使った量によって金額って変わってくるので、例えば夏とか冬って電気代とかエアコンつけたりとか、逆に湯船もですね、温度高くして沸かしたりするとガス代が上がったりとか、そういうのちょっと変動はあるんですけども、まあ一旦2万円を平均して入れております。続きましてですね、支払っている料金としましては次こちらです。はい、皆さんこれ何のお金でしょう？ピッパッピッパッアッピッピッパッ。はい、答えはですねこちら携帯代になります。僕はですね携帯ソフトバンクなんですけども、毎月1万円を支払っております。この中には端末代も含まれておりまして、僕なぜかですね iPhone 今8なんですね。めっちゃ古いですよね。僕の iPhone8 実はですね4年分割にしているんです。4年分割にしていろいろ含めて1万円、高いんですかね。今モバイル、ヤフーモバイルとかなんか楽天モバイルとかってめっちゃ安いって聞くんですけど、なかなか SIM フリーの手続きは時間なくて僕できなくて、ずっとこれを払ってます。しかもまだあと1年ローンあるのに、この前ハロウィンの動画出したんですけども、カレーハンバーグにですね iPhone 落としてしまって、それ洗ったらですねホームボタンが壊れてしまって、今1年どうしようと思ってます。する。続きましてこちらでございます。これは3万円なんですけども、消えているというよりかは、貯金ですね。僕これも動画に出してるんですけども、積立NISAをやっていて、毎月3万円、積み立てしています。なんでこれは貯金ではあるんですけども、入れちゃったらなんか引き落とせないんで、なくなるようなもんですかね。ということで3万円ですね。はい、今のところですね、14万円毎月、何もせずに消えていくお金になっていますんご。で続きましてですね、僕個人的になるんですけども、こちらです。また毎月3万円、これ何の金額かと言われると、何の金額でしょう。僕一人暮らしし始めて最初の1年間だけは親に仕送りをしてもらってたんですね。18歳から19歳の間で、そこからは仕送りなしにしたんですけども、社会人になって3年目か4年目ぐらいから逆に僕が実家に、仕送りを、3万円なんてね、多分ね正直すぐなくなるとは思うんですけども、一家で使ったら
これを毎月振り込んでおります。家族に、まあ、今までありがとう、僕を産んでくれてありがとう、そして育ててくれてありがとうっていうね、あのお礼の3万円を毎月入れております。正直この3万円ですね、もう毎日ティラミスとかプリンとか買ってね、あの豪遊社員ですけども、そこはグッとこらえてちょっと感謝代でなんとか入れてます。辛いけどね。で続きまして、こちら1万円でございます。これに関しては、まあ、あの備品と、あの例えばなんか髪の毛切りに行くとか、日用品、トイレットペーパーなくなったとかティッシュとか、まあ、そういう細かいものとかのお金にしてます。これを毎月1万円一応置いてはありますね。どんどんなくなってきますね。本当にどんどんなくなってくる。ちょっとで続きまして、まあこれですね、2万円が一応食費にしてます。あんまりですね飲みに行くことってないんですよね。っていうのも本当にあの、まあ、仕事して残業してってなると、あの会社の人と別に飲みに行くことも正直ないんですよ。で友達とも僕結局土日とかも出たりとか、あまり友達と日程が合わないので、なんで飲み代とかかからずに本当に 朝ごはんも食べないんで、昼ご飯と夜ご飯のヘボい飯のための2万円です。バイヘボイメチです。これってなるとですね、僕はだいたいこれも前に動画を上げてるんですけども、平均で給料がですね23万円ぐらいなんですね。手取り残業めっちゃしてるので、もう全然高くないですよ。それを考えたら普通に低いです。低いので23万円で、今ですねこれ20万円なんですよ。ここ20万円あんの。ちょっと整理すると、家賃8万円です。お光熱費2万円で10万円ですね。携帯代1万円と、積立 NISA 3万円で今14万円、そしてこの3万円が家族に送ってます。あれ分かんなくなってきた。17万円ですね。でこれが、なんか備品関係で10個合わせて18万円でしょ。はい、これで食費2万円20万円ってなるとね、余るのが3万円なんだよですね。この3万円で僕はですね何をしているかっていうと、何をしているんですかね。なるべく貯金をしたいので、貯金してるんですかね。1万円はなんとか貯金してるかもしれないです、もしかすると。まあ何か友達とね、本当に少ない友達と何かちょっとやろうって言った時にできるようにします。なんでこれ、なんか風邪ひいたりしたら僕アウトですね。あの病院代とか買ったらアウトなんですよ。はい、なんで僕はですねもう本当に生と死の狭間で生きてるようなもんです。まあ、アラサー男子、一人暮らし、都内住み、独身、彼女なし、社畜、特技なし、そこまで言う必要ないですよね。言い過ぎですよね。まあ、23万円の給料に対して約20万円が、まずほぼほぼ何かしらで消えていく状況になっています。助けてください。